日本が誇る IHI 社製 XF9 ジェットエンジン。最強と定評がありますが、ここへ来て動きが出てきました。今回は F3 戦闘機開発で見えてきた日本の課題について見ていきます。2022年12月16日、新たな安全保障関連の3文書が閣議決定されたことで、日本の防衛をめぐる議論は、様々な立場から、様々な反応を引き起こしています。防衛予算の金額としては、2023年度から2027年度までの5年間の累計がおよそ43兆円ということが判明していますが、最終年には、NATO 加盟国のこれまでの目標と同じく、対 GDP 比で 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているようです。これに関しては、ロシア・ウクライナ戦争の長期化の様相を反映してか、NATO 加盟国自体も、おおむね引き上げる方向が確実となってきているので、今後は、対 GDP 比で 2% が基準値にはならないことも予期されます。金額面以外でも、日本では、今後の防衛予算の使途に関して、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出していて、従来よりも、飛躍的に、射程距離を伸ばした兵装の獲得を進めようとしているのが明らかです。その代表格しては、開発中の1敷地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などが挙げられます。ことに、前者は、まず、およそ 900km、次に、およそ 1500km と段階的に、長射程化を図っていこうとしています。こうした長距離打撃兵器の開発は、敵の防空ミサイルの射程距離外から発射することを、最大の目標にしています。つまり、極力、自軍が被害を受けることなく、敵の地上目標や、海上目標への攻撃を可能にするというロジックの下で実現されようとしているのです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、昨今は反撃能力と政府からは呼ばれて、政治的な認知を得るべくメディアでも使われていますが、反対勢力からは自衛隊の趣旨になじまないとも指摘されています。この種の議論が、政治的に完全な決着を迎えることはないというのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する動きも新たな領域に入ったと言えましょう。日本とイギリスとイタリアの3カ国によって GACP、グローバルエアーコンバットプログラムが推進されることが2022年12月9日に各国政府から正式にアナウンスされたことで本格的に始動したのです。日本は現在航空自衛隊で運用中の戦闘機 F2 をイギリスとイタリアでは現在それぞれの空軍で運用中のユーロファイタータイフーンの代替となる戦闘機をこの取り組みで実用化することを目指すことになっています。現在航空自衛隊の中ではそういった区分や呼称は廃止されているが、かつては、主力戦闘機とそれを補完する支援戦闘機という分類が存在し、主力は、アメリカからの輸入か、ライセンス生産で調達するのが通例だったそうです。そして、後者の支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が、通例となっていました。現行の F2 も当初は支援戦闘機だったので、この前提通り、アメリカの現ロッキード・マーチン社製造の F-16 ファイティング・ファルコンを土台として開発されたものでした。F2 戦闘機の開発に関しても、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、日本は、太平洋戦争後に航空機開発をアメリカをはじめとする連合国の意向によって禁止されていました。
つまり、機関部の内製化は事実上不可能だったのです。そのため、F2 は F16 ファイティングファルコンを土台とし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行う手法が取られたのですが、開発に際しては、日本側は、すべての技術をアメリカ側に開示しなければならないという義務がありました。それに引き換え、アメリカ側は、主要な部分を日本側には開示しないという、偏無的な契約だっただけでなく、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更を行おうとしても、その自由度がなく、ストレスのたまる運用を強いられたのです。わざわざ高い予算で購入したというのに、客の要求は無視だったということですね。そうした F2 開発経緯を踏まえて、日本側は、次回の戦闘機開発については、機関部の内製化を実現することを目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを実施したと言えましょう。IHI 社は、防衛装備庁からの依頼を受け、2010年に次期戦闘機用機関部となることを目指した XF91 エンジンの開発に着手、8年の歳月をかけて、2018年6月に試作機である1機を完成させ、それを納入しました。こうして納入された XF91 エンジンは、その後、2年ほどかけて各種性能テストが実施されました。結果としては具体例ですが、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トンの推力を発揮し、タービンの入り口周辺の温度1800度 C という優れた数値を記録したのです。また、今後の戦闘機の機関部として、ますます重要性が増してくるであろう発電能力に関しても、XF91 エンジンは 180kW を記録するなど、一定の水準をクリアしており、機体に搭載した状態でのテストではありませんが、大きな期待が寄せられるものになったのです。XF91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0m、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 が搭載している、ゼネラルエレクトリック社製の F110 エンジンと、同等の大きさですが、前述した推力は、F2 にラプターに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F119 に近いのです。このような限定的なテストによるカタログ値ではありますが、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たすものとして注目を集めました。さらに、2019年に千葉県の幕張メッセで開催されたマストアジア2019において水力変更ノズルも展示されました。この MAST アジア2019では展示された水力変更ノズルは XF91 エンジン用の XVN31 というモデルであり、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等でも採用されている形式の水力変更用の装置ということです。これらの水力変更用の装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気の角度を調整して、推進方向をコントロールしようとする仕組みで、F2 にラプターでは、パドル式が採用されています。いわゆる第5世代と呼ばれる戦闘機は、機体本体の優れたステルス性能によって、敵の攻撃を回避することが想定されてはいますが、従来の戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、こうした工夫も同時に備えられているのです。これまで述べてきたように、2019年に水力変更ノズルの XVN31 までが公開されるなど、XF91 エンジンの実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきたようですが、今後の GACP、グローバルエアーコンバットプログラムでは、これがどんな方向に進むのかは、決して予断を許さない状況です。
GACP においては、イギリスでは、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を担うことになっていて、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握る可能性が高いそうです。これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンが推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。その開発には難航していると聞こえてきますが、高級車で有名なこの企業は、実は、エンジン製造については、かなりの実績があるので、ノウハウなどでも、IHI 社を大きくしのいでいると思われます。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、極めて短期間で、戦闘機の機関部の設計から製造までが可能になると自信を持っているようで、GACP でその成果を提示することが予想されています。レールガンは日本政府が開発を急いでいる武器の一つですが、一体どんな兵器なのでしょう？今回はレールガン開発がどこまで進んでいるのかが主題です。日本では発電力もかなり向上し、総合的なレールガン稼働システムが構築できる技術が生まれています。一度開発し、トライアンドエラーで小型化、人が使うまでできればいいけどな。2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。食糧援助を訴えていたこともあったのに、軍事費は潤沢なようですね。この飛翔体への対抗手段となるべく、レールガンの研究開発費が2022年度防衛予算に計上されました。実は、1月12日に、BS 日テレで、真相ニュースという番組が放送されたのですが、その中で話題とされたのです。番組の中では、小野寺御殿元防衛相と小原凡司笹川平和財団上席研究員の対談が行われ、レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などが話題になりました。改めてレールガンについて説明します。電磁砲とも呼ばれ、次世代兵器とみなされる兵器ですが、火薬を使わずに、2本の通電性の高いレールに高電力を流し、磁場を発生させることによって、レールに乗せた弾体を射出する仕組みです。このレールガンは、試作段階で 200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上は、火薬で発射する銃砲や、燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、経費もかからず、しかも連射可能と見られるので、飽和的ミサイル攻撃へも対処できるのではと期待される兵器と考えられています。花火がわかりやすい例ですが、雨が降ったら火薬は使えませんから、火薬を使わずに発射できるというのは確かに効率的でしょうね。防衛省がこれまでに試作したレールガンでの発射試験結果によると、発射初速は2300m/秒。およそマッハ6が観測されたということです。戦車砲の発射初速は1700から1800m/秒と言われますが、それを軽く上回っています。防衛省の構想では、中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段になり得ると期待しているようです。前での真相ニュースの番組中では、キャスターから様々な質問がありました。レールガンを開発するメリットは何か？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで
遠くのターゲットに命中できると考えている。ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射も可能ということだと答えた上で、アメリカ軍の地上試験では、射程 370km という報告があったこと、連射性能向上の可能性についても述べました。また、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるという発言もありました。強力な磁場を発生させるための装置は必要か？という質問に対しては、先行国アメリカが10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出せる電源装置開発が難しかった。特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったためではないかと指摘しました。現状、レールガンが艦載可能な艦艇として例示したのは、統合電源システム IPS を備えているズムボルト級駆逐艦でした。IPS は大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムで、レールガンの発射は可能と思われます。高電力が必要なため、他の電子装置が使用不可能になってしまうので、現在は発射されたミサイルを撃ち落とすため非常に高価な迎撃ミサイルを使っているが、安価で連射可能なレールガンをどう評価しているかというものに小野寺氏は、2012年平成24年に初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについては理解していた。多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、平成29年、防衛省に再任した時は、レールガンの試作機が製作過程だったが、かなりの高スペックを持っていることは感じていた。そして、自分は、自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチーム座長という立場もあって、レールガンの性能向上のための予算計上も応援している小原研究員と同じく、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている。陸上配備で対応可能と思われるが、専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備であると考えているという認識を示しました。また、番組内では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動すると推測される、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった多くの疑問が投げかけられました。今後巨額に膨らんでいくと思われる研究開発費などについても、当然、遠慮なく、両氏に、鋭い質問が飛びました。研究員も、実用化についての一番、大きな問題が、電源問題と認識しているようです。常に電源を確保できる状態でなければ、蓄電池などの装備が必要になります。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないと指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスなので、将来的にレールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで日本の優位性をフルに活用すべきとのことでした。心配される極超音速ミサイルの変則軌道への対応では、小野寺氏はレールガン一つだけで防衛システムを構築するのではなく、イージスシステムなど現在あるシステムと複合的に防衛にあたる、レールガンを含めて飛来するターゲットに照準を合わせて的中させるという発想ではなく、
近距離で炸裂させ、ターゲットに被害を与えるなどの様々な可能性を研究すべきだろう。それはまだ始まったばかりと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、スピードが上がるほど運動性が低下する。高度を下げると、空気抵抗によってスピードが下がることから、変速軌道を取れるのは、空気の薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がると低速になり、いずれまっすぐ落ちてくるので、それを待ってレールガンを連射して迎撃できれば、相手が超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガン開発はかなり前から始まったようです。60年前の1960年代から構想はあったそうですが、本格的に始動したのはここ10年ほどなので、その実現性を疑問視する意見もあるようです。しかし、小野寺氏は、防衛省幹部のレールガンへの期待と情熱を感じたり、対艦攻撃への活用という構想もあるので、実現の可能性は高いと考えているようです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までには、テストを終えて実用化されるかどうかに注目したいと述べました。小原研究員は、2028年までに開発が終わるというのは、かなりのハイスピードということになる。日本がこういったハイスピードで技術開発を進められる底力を世界へ見せつけることで抑止力を高め、日本が主体的にアメリカと共同開発を進めていくことで、中国の日本には主体性がないという見方を変えさせることができると語りました。日本が今後革新的技術をさらに高めてゲームチェンジャー的なものを開発できるようになったら、日本へ手出しすることをためらうようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測しているようです。日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムがついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスは高級車で有名なロールスロイス社です。今回は日本 IHI とロールスロイス社の機関部開発について見ていきますね。日本国内での戦闘機エンジン開発がなかなかスピードアップしない理由にも迫っていきましょう。2022年12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付けて共同開発で行うと正式に発表しました。すでに前年2021年末には日本の IHI 社とイギリスのロールスロイス社が新たな戦闘機機関部の実証事業を行うこと、2022年2月には新たな戦闘機用のレーダーセンサー類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたのです。そのため、今回の GCAP の始動は、これまでの流れを各国政府が公式に認めて、満を持してプレス発表を迎えたという証明でもあったようです。イギリスと日本の間で、新たな戦闘機をめぐる各々の協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があります。このことは、それまでのアメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援が必須という考え方に区切りをつけるものになりました。1945年、昭和20年、
8月の太平洋戦争の敗戦によって、日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれました。多くの占領地政策の中で、軍備につながる産業分野が抑制されたため、航空機開発がその分野に組み込まれたことによって、開発技術も大きく後退することになったのです。そのせいで、今回の新しい戦闘機開発の目的である空自の現行の F2 戦闘機の代替機は言うまでもなく、大元の F2 戦闘機開発時に純国産化を推す声もあったのですが、それを行える機関部の製造は、技術的には当時の日本には困難でした。また、F2 戦闘機開発が進められた時期は、日本経済がアメリカに対して優位だった。いわゆる貿易摩擦が叫ばれていた時期でした。政治的に、そうした貿易上の不均衡を是正する必要があり、アメリカ製の戦闘機をベースにすることが求められたという経緯なのです。昭和60年代、1985年からアメリカ産牛肉、オレンジの輸入関税が引き下げられ、大量に国内に入ってきたため、国内農家が大反発した時期でもありました。日本政府は、アメリカへの輸出高1位の自動車産業を守るため、農業を犠牲にしたと言ってもいいでしょう。当時、自民党の一番の支持者は農業者だったはずなんですけどね。日本の F2 戦闘機開発に使われたのが、F-16 ファイティングファルコンです。F2 戦闘機開発では、比較部にかなり大掛かりな変更を加えたので、別の機体と言えるほどに変化していて、日本に必須とされる対艦攻撃能力が強化されました。しかし、完成した F2 戦闘機を状況変化に合わせて、日本側の判断で自由に仕様変更を行うことはできませんでした。というのは、中心となる機体のコントロール部分の情報が日本に開示されることはなかったからです。客のリクエストを無視したわけですよ。こういった F2 戦闘機開発の反省を踏まえた上で、代替機開発計画に際しては、日本では自国主導を前提として掲げました。そして、三菱重工業者を主幹契約企業として、その配下に各国内企業を紐づける開発体系を進めていきました。アメリカのロッキード・マーチン社に技術支援先としての関与を希望していましたが、これまでのようにブラックボックスを抱える事態は回避しようという意志が強かったので、日本とアメリカがどの点で折り合うのかにも注目が集まっていたのです。しかし、結果として日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択しました。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりずっとフラットで対等な関係での開発が進められるのではないかと各方面から期待が寄せられています。そして、今回の日本における GCAPA の布陣は、全体の統括と機体本体を、三菱重工業者、機関部を、IHI 社、レーダーセンサー類の電子機器等を三菱電機が担う体制になっています。イギリスの場合は、全体の統括と機体本体を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサー類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが公表されていて、テンペスト計画そのままということですね。もともと、GCAP が確定する以前は、F2 戦闘機代替機には、IHI 社が製造する国産の機関部を搭載することが有力視されていました。これは、IHI 社が防衛装備庁からの依頼で、それまでに通称シンシンと呼称されていた実証実験機用に開発した XF-5 エンジンや、それを土台として開発を進めた XF-9 エンジンが、2018年に、すでに
試作機1機を納入したことが大きく影響しています。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではありますが、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度 C を記録し、世界標準クラスの数値を叩き出したのです。この XF9 エンジンの研究開発は IHI 社では2010年平成22年から開始されたもので、新しい戦闘機への搭載を前提として進められ、当初の基本コンセプトはスリムでありつつ大出力を確保するというエンジンを標榜していました。その理由は、 XF9 エンジンを搭載する戦闘機にステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目的だったからです。また XF9 エンジンが目標とする大出力は、言うまでもなく搭載する戦闘機としての高機動性を確保するための必須条件です。近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃回避にも必要な要素です。このようなスリム化、大出力という目標に対して一定の数値的達成を見せていた XF9 エンジンではあるが、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではないので、即実用化とはいかないようです。それでも日本飛眼の国産戦闘機用エンジンとして一定の成果を収めたことには間違いありません。 XF9 エンジンには新たな戦闘機への搭載に期待されていましたが、今後はイギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中でどのように変化していくのかが注目されるポイントになっています。イギリスのロールス・ロイス社はテンペスト計画での機関部開発に難航していると伝えられていましたが、それでもユーロファイタータイフーン等で多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有している企業です。個人的にはロールス・ロイス社が持つ技術力は少なくとも IHI 社の XF9 エンジンよりも、これからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられるので、やはりこの会社が開発の主導権を握ると思われます。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンですが、発電や冷却とな、どの機能では譲る部分もあるので、今までの積み重ねを生かしつつ量産化とコストの低減に最適な選択となることに期待したいものです。 IHI 社について少し紹介しましょう。現在の社名となったのは2007年平成19年からですが、それまでは石川島播磨重工業者として日本の重工業を支える一角となっていました。歴史は古く、創業は江戸末期に遡ります。航空機用のジェットエンジンの分野では国内の6割以上のシェアを誇ります。現在航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機に搭載されるジェネラルエレクトリック社製の F110 エンジンや F15J イーグル戦闘機に搭載されるプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンも IHI 社がライセンス生産したものを搭載しています。 IHI 社が開発し実用化、量産化されているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年、平成25年から運用を開始した B1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあります。これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品への応用も模索されているようです。ちなみに、海自のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、型や最新鋭イージス護衛艦マヤ型等を建造した企業はジャパンマリンユナイテッド社ですが、この会社は
IHI 社の造船部門から派生した企業ですから、この会社が持っている高い技術力がわかりますね。